へえ。え、こいつ武器当たらんの？あ、この先あれか、めくら、あれか、押しちゃうから当たらんのか、上にしか。いや、でかいでかい。もちろん、缶吹きなどできません。練習していないので。え、こっち。うん。で、ジャンプはなかったからね。リターンどこです？オッケー。やれやれ。わかる。やれやれやれ。あ、俺の缶もパンチされてた。どの子あれあれ、おいしいおいしいおいしい。たまにある。もう一丁。回避しない。いけ。よいしょ。いらない B ボタン。オネス。いや、ワリオ、え、見た。え、かがり火、前回のかがり火の。前々回かな？俺対2の試合見た？見てみ？俺のディフェンシブバリオ。あれ、ガチやから。あ、終わったね、これ。ジャンプないよ、これ。あ、当たらん。まずい。ちょ、あのね、吹き浅いんで、ちょっと。外だけは勘弁してください。頭がない、ガード。うん。いいファイヤー。もう投げたら死ねや、これ。むしろディフェンシブワリオやらないワリオがナメプ？いや、それ一理ある、それ。一理ある。ディフェンシブワリオっていうのはあくまであのワリオの強みを最大に生かした立ち回りだから、確かにディフェンシブやらないわ、ディフェンシブしないワリオがナメプ説あるな。むしろ、でも相手のキャラによるけど。まあ、しかも弱体化でおならが弱かったから前よりディフェンシブしても勝てなくなったし、前のおならだったらちょっとディフェンシブしたら強かったかもしれないけど、今のおならやとそんなのディフェンシブしてもらうんだ。復帰力あるな、普通。このキャラ。あ、阻止されやすいかもしれんけど。なかなかむずいよ。あー、帰国回避が。俺の全力タイムアップガン逃げも真剣。攻める方がない。攻める方がナメプやばいな。攻める方がナメプやばすぎだろ、さすがに。これ、名言出たね。対戦ゲームにおいて攻める方がナメプ。昔のガイルミラーみたいな。
死ぬこれもしかして、さすがに、はい、分かってます。えらい、後付けあります、普通にその技。ほいほいほい、待てます。ほい。さよなら、さよなら。ちょっと今ね、食べるのが早すぎた今。でも普通に食い寝でいいわ。クソし。うわ。うん。死ぬ？あ、死ぬわこれ。え、剣何使ってんの？言えないと。何使ってんの？あ、当てよう。あ、でもお前岩パルス使ってんの見たぞ俺。お前岩パルスだろ。いや、わかる。あのキャラ強えもん。あのキャラ強えな。うん、強えもん。まあな、結構なんか開拓が進んできて、なんかどんどん強いキャラ増えて、あ、今岩パルス最強じゃないけど、まあ強えよ、あのキャラでも。それでも、トップ10には入ってるだろ。今やっぱ熱いのは怪力だからな。怪力、マジキショイからな。ねえ、探す？ダムは？昨日ね、ちょっとやったのよ。ツーとか、シミちゃんとかとね。あ、うん。太陽礼拝。なんかさ、このゲーム、カムイとかさ、ルフレとかもそうだけどさ、なんかお得キャラ、女キャラっているじゃん。選べるじゃん。なんかさ、やっぱ俺もオタクだからさ、女キャラの方が好きなんだけど、大抵。なんか俺メインキャラとして、魂をかけてその大会とか頑張るのは俺男で行きたいんだよね。俺わかるかなこれ。なんか俺、鉄拳とかやり始めた。そんなことある？鉄拳とか、なんかやり始めた時もそうだったんだけど、なんか、鉄拳ってまあ結構女キャラ可愛くて、それなりに。可愛いキャラやるんだもよかったんだけど、俺なんか結構ね、対戦ゲームとか新規やるときね、男キャラ、かっこいい男キャラ使いたいんだよな、女キャラっていう。あ、ちなみにカムイが男なのはその理由ではない。ちなみに、おお、2回打ってる。いいえ、まぜまぜ。なんかさ、その上、まあ、バフでさ、アップデでさ、強化されて発生めっちゃ速くなったからかさ、すげえ違和感やばいんだよね。今までさ、ピッポンって出すのがさ、なんか、見慣れてきた光景だったのさ、なんか、すげえタイミングずれて、気色感じるんだよね。あるのか？魂のバス撃見せるぞ。プロのバス撃見せて。ああ、終わったー。よいしょ。ピーチね、こう見えて意外と重いんで。まあ、重いというか普通。まあ、大丈夫。ふぅ。ふぅ。入んない。決めるぞ。
こいつ心強すぎだろ。